お店ってどれくらいお客さんが来るんですか？そうね、日にもよるけど、そんなに大した数じゃないよ。上がりに飲んで食べて気持ちよく帰れるくらいにはなるかな。逆に言うとそれくらいだけど、休みがてら美味しいお酒と料理にありつけて、こういう風におしゃべりできて、顔見知りも増えて、それで十分かな。わあ、なんだか楽しそう。ま、そんなわけでこれからもレジナのお店をよろしくね。なんだか不思議な匂いがするよ。これは魔法使いの匂いだね。魔法使い？それに甘い香りもする。これはキャンディーかな。あなたはどちら様？隠すとためにならないよ。甘いキャンディー持ってるね。一つ私にちょうだいな。洗濯物しなくっちゃ。甘っ。また来るからね、ニオ。お姉ちゃん。夢